石垣海上保安部に配属された特定運用巡視船タラ・マ・イケマ・イラブの3隻と乗組員第5から第8130人の就航式が11日石垣港の第6上屋で行われた参戦は尖閣海域の領海警備に従事する専従船4つのクルーが参戦に交互に乗り込む複数クルー制を採用しており 稼働率アップを図る今年度中に12クルー14隻体制となる予定石垣海上保安部の宮崎和美部長は尖閣海域での中国の海境船の領海侵入や同意のない調査活動について触れ高い緊張状態が続いていると述べ21世紀の先き森としての使命の全うをと激励した海上保安庁のサイトによると 監視能力制圧能力等を備えた戦闘型巡視船1北足す大なりイコール小なりイコールの足す2船の数増やして何をするの今まで以上に日本の漁船を鉄壁の構えで妨害して島の近くを突っかえだの公オ船が鼻歌交じりで遊覧できるようにするわけ32 船のの数が増えななかったらどうなるの日本漁船が沈没させられるでしょそして中国は好き勝手に往来制圧能力も備えているから海峡に好きにはさせませんよ W4 この前うっかり人民解放軍の海軍も出しちゃったよね。海処自衛隊も出るかしら54普段からいるよ 予算と人員を増やさないと。25。中国の漁船が海保の船に体当たりをしてから何年目だやっと来たか。海保の皆様、ご苦労様です。26。海橋、海間、海関、いざ離製は国家海洋局に改編されて準軍事組織になったからな。さらに、公安部の指揮で特殊部隊の運用や、 潜水艦部隊の海洋調査もやってる。はっきり言えば、とても、今の海保に手の負える相手ではない。28。変な日本語だったな。今の海保の手に負える相手ではない。29。28。逆に、海自幅学にでは軍事組織ではないから、言い訳したら、いろいろできそうだけどね。31。 を再設置しよう。2。海保の年間予算は、海ジイージス1隻分な。6。でも、領海侵入されても見てるだけだろ W。7。それでも、実質、海上の実効支配を許してる阿部。日本の漁船は、もう、一切、あの海域には入れなくなっている。いつ、中国漁船が操業を始めるか。 カウウンントダウン中ま,で追い込まれてる19。いっそ尖閣に基地作れないのか。20. 大型の大砲と装甲が充実した巡視艇を作ってくれ、軍でないので大観巨法主義の復活を。<music>